おー、わからん。わからん。宇治さん。わからんな。お疲れです。宇治さん。はい。どうしたんですか？勉強してるんですか？勉強？はい。今日ね、見てわかるじゃん、これ。飲みの場所でしょ。あ、サムライバーですね。酒を飲みながら、はい。ちょっとね、今回新曲を作ってみようと思ったよ。新曲を？昨日夢見たんだよ。夢？うん。夢ですか？なんかステージの前で、はい、沖縄民謡をみんなの前でパシッと歌ってる夢見てさ。おー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 おお、はい、こういうのってより、はい、夢って普通忘れるけど、はい、忘れてないから。おお、覚えてる夢ですか、はい、だからこれ、はい、なんかの知らせだなと思って、はい、ね、最近おじいも死んだでしょ。あ、はい、なんかの知らせでこの曲が降りてきたんだけど、はい、曲ちょっと中途半端で、はい、記憶がね、はい、思い出してきたりとか、はい、ただ題名はしっかり覚えてる。おお、そうなんですね。うやみぐいっていう。うやみぐい、うん、方言ですか。うん、おお。前回、いやささ踊って、いやさっさとかね、はい、こっち並べて、いやさっさとか、はい、ラップ。ナーマブチダン、ウサギ亭主が、はい、平行さんで、神具さんとかや、はい、あの、それもお盆の、はい、まあ、供養曲の一部だよな。おお、はい。早くお供え物を食べたいっていう歌でした。はい、はい、うん。それとリンクしてるのかなんか分からんけど、はい、今回は三味線の音色が聞こえてきて、はい、三味線で、なんか新曲。はい、新曲、おお、作ってやろうかな。おお、いいっすね。さっきから考えてんだけど、はい、題名はね、うやみぐいっていう、こういう書き方するのか。うやみぐい。親がめぐり。親めぐり。はい。親めぐり。うん。はい、なんか俺の幼少期の時からを考えた時ね、はい、もうちっちゃい時って記憶ないけど、4歳ぐらいから大体あるでしょ。はい。なんかみんなにこのお祝いとかね、はい、出産祝いもされたわけだし、はい、100日満算だったりとか、はい、そういうので、うん、親戚が集まったり、おじいがいたりとか、はい、育て上げられてきたわけでしょ。はい、その俺が、はい、だんだん物心ついてきて、いろんなことに挑戦したりとか、中学生になったりとかね、はいはい、社会人になって、今が40代な、はい、うん、はい。で、今となれば、はい、もう子供もいるしね、はい、うん、母ちゃんもいるし、娘もいるしね、はい、そんな感じで、親になったわけだよ。ああ、今度は逆の親の立場に。そうそうそう、はい。それからもう10年、20年経ってしまったらさ、はい、今の俺の子供たちがさ、はい、また、子供産むわけでしょ。あ、そうですね。その子供たちが経験したことをまたその子供たちがやるわけでしょ。あ、はい、そして、はい、その時の俺の立場は、はい、孫を見てるおじいになるわけだよな。あ、そうですね、はい。それってだから回るんだよ。あ、はい、親巡り。あ、親がだんだん親に子供になって、子供が親になり、親がおじいになり、孫を見る、はい、地球は回ってるのかね。はい、親も回るんですよ。親も、はい、回ります、はい、生きてるうちにそういういい曲をバシッと夢見たから、おお、すげえ、作ろうって。おっ、おいーす、ね、はい、あ、オッケー。で、一回切って、一回切りそうだよね。はい、いやささ踊ってやさっ さこっち並びてやさっ さ生ぶちだうさぎ天使がヘオクサンダイカミゴサンヤシがウクイまだやいびヘイクウチカビメサンネトウトウハメメイメイシェメイ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 シェ。まず生まれた時から、生まれた時から、生まれ落ちたのは、はい、花の島だよな。ああ、花の島、沖縄ってことですか。そうあ、どこで生まれようが花の島でもいいんじゃない。ああ、エジプトだろうがね。ああ、草木ないけど、どこで生まれようが花の島っていう感じかな。生まれ落ちたのが俺としても考えて、生まれ落ちたのを見るおじいとしても見れるんだよ。でまず孫が生まれたっていうのから考えてみたら、はい、初孫ね、初孫だから、はい、孫心を、はい、すり込んでいく、尻熊や、すり込んでいく、うん、で生まれたらまず何が起こる。お祝いだよな。ムルトゥムユシリティ、ムルトゥムユシリティ、ムルっていうのはみんなね、はい、寄せ合ってというか、皆さんも、はい、お祝いだから華やかすか。ああ、そうですね。うん、華やかして。うん、誕生祝いを。華やかち。華やかち。華やかす。華やかす。花だよ、花。はい。ハバチカスとは違うんですか？違うよ。華やかす。うん。みんなこう、集めてね。はい。ゆしりてや。はい。みんなで寄り添って。はい。華やかそうよって。お祝いや、お祝い。あ、お祝いを、うん。はい。これ、子孫でしょ。子孫、はい。孫も。孫、はい。うん。その繁盛。お、孫の繁盛。願おうよと。おお。生まれうちたる花の島、八孫、孫くるしりくまや。
ムルトムユシリティハネカチチスン繁盛ニガヤビラ。2番が、まあこの子供は、はい、生まれた時は歩けないけど、はい、本能のままに、はい、四つん這いから立ちづかみ、はい、何回こけようが走り回っていくわけでしょ、子供ってね。あ、そうですね、はい、大人だったらこけたら止まる人もいればね、寝たきりになる人もいるしね、はい、だからまず久のムクマは歩み口や年を重ねていくでしょ、子供も。あ、うん、だから年を重ねて思いを産みぬばち、思いを伸ばそうよ、思いを伸ばそう、うん、年を重ねていったら思いが強いもんだから思いを伸ばそうとするでしょ。あ、はい、あ、やりたいことがあったり、そしたらお前内地行ったりとか、 あ、はい、あっちこっち行くでしょ。あ、渡ったり、はい、離れたり、はい、これが渡って離れて、渡って離れて、また巡るだな、また巡る、はい、同じこと言う、何回も同じこと言っても、はい、同じいいんだよ。足火繁盛にがやびら、あ、遊ぶことに繁盛しようよと。あ、うん、最初は子孫繁盛にがやびら、はい、遊び繁盛にがやびらでしょ、はい、そして次から、はい、だんだん30代40代になってくるから。あ、はい、まず20歳超えたら起こる現象って何か、はい、まず、はい、何、この義務教育が終わるよな。だから年は、はい、ね、沖縄民謡に歌にもあるけどね、年や馬の灰っていうのがある。馬が走るぐらいのスピードって、ああ、あっという間とか速いってことですか。ここにいたかなと思ったら、はい、あっという間に30ぐらい10年ぐらいワープしてる感じ。すごいな、これ今日頭が回ってるやっぱり考えてたらできるな。すごい夢から始まったストーリー、すごいですね、うんうんうん、でまた30でもさ、はい、仕事で成功してるのもいればさ、はい、まあ、何回も同じこと繰り返してさ、はい、そしたら売れもさ昼もさ海悩むんだよ、羨ましかったり、ああ、人のことが羨ましかったり、なんであれができるばとか、ああ、はい、はい、はい、悩む時ってくるでしょ。そうですね、今の俺だと、人と比べたり、そう、はい、そう、その時に、何かじゃ解決してくれるかって考えたんだよ、俺。おー、まあ、解決策ないよ。そうですよね、悩み、はい。この時に、はい、20代のこの遊び盛りの時に、はい、親が言うことを思い出すわけよ。ああ、確かに、親が言ってたことを、うん、と思い出して。そう。そのぐらいからは、親の言葉に生かされてくる。ああ、うん、深い。うん。はい。次は、はい、ね、守るものもあるで、母ちゃんもいるし、子供もいるでしょ、はい。家庭の繁盛を願うわけよ。家庭の繁盛。うん、ああ、家庭というのはね、沖縄方言では、地名とか言うけどね。そして、はい、やっと、俺もいつの間にか孫ができるわけよ。同じことが繰り返されていくということね。あ、うん、俺もできた、ワニンできた、ハチウマが、ハチウマが、うん、初、はい、馬、ま、孫、ま、孫っていうの、馬がってんだよ、馬が、はい、孫できたどうすんの？またお祝いですね。うん、ね、抱いても抱いても孫見たいでしょ？はい、ね、言葉の果てるか古い立ち。言葉の果てるか、うん、教える言葉がないぐらい孫に全部すり込むわけよ。ああ、はいはいはい、古いらちっていうのはこれを成長させておく。そして大きくしたら教えて、うん、また旅立ちとか、そう、親の真心を、親の真心が語るんだよ。そして最後に祖先に感謝する、うん、家庭繁盛だけじゃなくてこの祖先の繁盛まで願う。ああ、そう、ドン、すげえ、できた。歌詞、これが歌詞ってやつですか。うん、はい、これが回るんだよ、おめえ、はい、回る、回る、はい、この孫が成長して、はい、家庭持って子供産んで、はいはい、でそしたら気づいたら、はい、このおじいになっていた。そしたらこの孫はまたここに来るんだよ。ああ、はいはい、うん、孫が、うん、でだんだん祖先になっていくんだよ。ああ、はい、最後は、うん、はい、一周した人はもう先祖になるんだよ、はい、先祖に、はいはいはい、ね、はい、で最後は子孫繁盛、子供だったり、はい、遊びの繁盛だったり、はい、家庭の繁盛だったり、はい、全てをやり終えたら祖先の繁盛を願うって。おー、すげー。そう、これを今から、うん、ちょっとね、俺だけじゃできんから、はい、俺と一緒に O1 グランプリ出た、はい、あいつ呼ぼうよ。お、はい、入った。お疲れっす。ごめんね、急に呼び出して。いえいえ、これだよ、これほら、歌考えたな。字汚いっすね。うん。は
れ離れみたいな感じだね。離れって確かに感じるね。ゆしりて離れかちしすはんのにがやびらしすはんじょにがやびら。まあまあまあ、うんうん、いいねいいね、こんな感じで、うん、そうだ音に合わせて、うん、マレ打ちたら話もハチマグマグクルシリコムよムルトムユシリティハネヤカチシスモハンジョウニガヤビラみたいな感じで俺が考えたな。かっこいい、うん、ね、はい、うん、ラップでもいいね。ラップでも、うん、いいよ生まれ打ったる花の島よハチマグマグクルシリコムやムルトムユシリティハネヤカチとかね、うん、かちょっと合うような曲探してみよう。ああ、うん、そうっすね。ちょっと岩井節でしてみよう。これ中テンポですか。中テンポ、はい、マリトゥンタルハンシマササハチマグできないですね。できないな、うん、できないな、うん、うん、オリジナルだな。すげえ。真似しちゃダメだから。はい。全然オリジナル。オリジナルって言って、まあ、ごえくえしょだったの。めちゃめとかさ、コーヒーに砂糖が入ってないとか、なんたらとか、こんなの関係ない。あれ、嘘でしょ。あ、嘘だよね。あ、人形研究所の、なんか、すごい人とか言ってるけど、あれ、嘘でしょ。ああ、レモンケーキの人ですね。途中レモンケーキ。ああ、そうです。うん、チンダミスするよとか、あんたの人生チンダミスするよとかさ、だからこれはこの歌詞持っててやってみていいねえ、はい、言いたいぐらいだよね。できたよ。お、できた。できました。うん、あれから30分、はい、ある程度曲ができました。おい、はい、じゃあうやみふい。生まれてきたの花の島八孫孫くるしりこまやもろともよしりてはねかちしすんはんじょうにがやびらしすんはんじょうかたやびらせいえ。ひさるむくままはいみごて年を重ねて海のばち若手離れてまた見ごろ足で繁盛日がやびら足びはんじょうかたやびら。としやくまのあいのごとうれまさひろまさおみんなやり親の言葉に生かされて地名繁盛にがやみら地名繁盛にがやみら Thank you.
人力たる八間がだちんぱらんさからがらと言葉の果てるか古いらち親の孫来る片やびら親の孫来る片やびら見ごい見ごいさ親見ごいもうなんかオーケストラがやってるような感じだもう一回先生から年やくまの灰の音揺れまさ百八郎まさ海なやり親の言葉に生かされて地年繁盛にがやみら地年繁盛片やみらもうやばいなもうすごいオーケストラがマリマナも止まるワニンリキタロハチンマガなちんたらんさかながなと言葉のはてろか古いらち親の真心かたやびら親の真心かたやびら見ごい見ごたる親見ごいはい、それでは行きましょう。バカカメラマンによります「うやみぐい」でございます。はい、割りたる花のしゃのしらまくるしまやるくるひししすんはんじょうかたやびら。はい、はい、ということで、はい、完成いたしました。うやみぐいでございます。絶賛、リリースいたしますのでね、はい、今回はもう音源もコンピューターとかに頼ってないんで、おで歌詞、はい、そうですね、これはもう独自の僕たちの歌なんですね、はい、おはい、そう2曲目だよ、イヤササ踊ってイヤササ、はい、うん、あるバンドだよね、はい、ラップだけど、はい、これはこれでまた、はい、すごい歌でしょ。すごいっすね。4曲、5曲くらいさ、はいはい、作り込んで、はい、沖縄のいいところとかね、思、はいを詰めた曲、はい、あとはにぎわってる曲だったり、はい、若者向けの曲だったり、はい、っていうのをちょっとリリースしようかな。おー、ね、いいっすね。楽しみ、うん、楽しみ。一キュッパもうお値段も決まってますか。これはもう今日で終わりじゃないから、はい、次はオーケストラ編で一本の動画にしますんでね、はい、すげえ。ウヤミグイね、はい、振り付けも全部全員こうテンテンテンみたいな。じゃあ今日はこれで終わります。はい、オッケー。じゃあまた、はい、次回オーケストラ編、はい、ご視聴ください。はい、チャンネル登録の方も高評価の方の今日もよろしくお願いいたしました。本日はありがとうございました。ビシキマビシキマカタヤビラ
シー年やまの愛のごと揺れまさひろまさ海なやり親の言葉に生かされて地名繁盛